今日は橋上にある薪ストーブと美味しいコーヒーが飲めるお店にやってきました。早速行ってきます。よいしょ。こんにちは。ああ、かわいい。クリスマスが近いのでクリスマスグッズ、オーナメントとか北欧グッズがいっぱいあります。え、かわいい。これかわいい。サンタさん、雪だるまサンタさん、ここら辺のカップもかわいい。デンマークのインテリア雑貨だそうです。あ、北欧だからね、ムーミンさんがいますね。今はクリスマスが近いのでクリスマスグッズが多いですが、通常の時は輸入雑貨などが置いてるそうです。早速中を見ていってきます。お、まず正面に薪ストーブがあります。いいな。お、店内は薪ストーブがあります。こんなにたくさん種類があるんだ。ヘルゴ、万人受けしやすいデザインでお手頃価格、シンプルながらも高性能、絶妙なバランスが魅力。ガラスが大きく炎も映えます。映えます。へえ、補助金もあるんですね。八戸市と八戸市の方から補助が出るそうです。たくさんあるけど、もし設置するとしたらどんなのがいいのかな。ちょっと聞いてみます。すいません、薪ストーブで初心者向けっていうのはありますか？はい、扱いやすいものというか、はい、操作するところが、はい、まあ、少ないタイプ、はい、いろいろと自動車でもオートマチックとマニュアル車があるように、ストーブでもいろいろな操作を必要とするものや、うん、本当にもう空気の調整だけで済む、はい、弱火力の強い弱いを調整するだけで済むようなものまで、はい、様々なものがあります。あ、そうなんですね。で、初心者の方はやはり薪そのものに火をつけて燃やすというのが初めての方も多いので、はい、やっぱシンプルなものの方が操作はしやすいですし、はい、うまく燃やすし燃やすことができる。そうなんですね。というようになりますね。なんかデザインもすごい可愛いのとかかっこいいのがスタイリッシュなのがあって、なんか、はい、デザインで選んじゃいそうになりますね。そうですね。まず選び方としては、まず大きさ、うん、次に、使う目的。目的、はい、はい、暖房だけに、使いたい方もいらっしゃれば、例えば料理もしてみたいとか、そういう感じのなんか鉄板みたいなのがあるってことですよね。鉄板っていうか、なんていうんですか、はい、例えば上に、やかんを乗せてお湯沸かすっていうのがまず基本的なところだと思うんですが、はい、お鍋を乗せて煮込んでみるとか、そういった使い方をしたい方はやっぱ形、昔からあるような箱型の形のものを選べばいいと思いますし、最近ではオーブン内蔵タイプ。オーブン、どれですか？あ、これですか？はい、オーブン内蔵タイプの薪ストーブというのもあります。あ、これがオーブンが、ここの上の部分ということですよね。はい、そうですね。オーブンですと思い立った時に、はい、普段からもう火が入っていれば大体200度を超える温度になりますので、いきなりパン焼いちゃうとか、火力に、ちょっとした微調整はいるんですけれど、なんか縦長でおしゃれですね。そうですね、こういう感じなんですね。どちらかというとモダン調のデザイン、で、アメリカンクラシックなタイプ、例えばこちらの赤いものなどは、はい、アメリカンクラシックなタイプになるんですけれども、最近は割と人気のあるのは、オーソドックスなデザインの、こっちの、はい、ストーブが全般に人気があります。こんだけこう窓が大きい、そうですね、
なんかいいですよね、燃えてるのが見えて、はい、炎がよく見えるということで、ね、はい、選ぶ方が多くなってます。視覚で楽しめるのがいいですね。そうですね、炎もとても綺麗に見えますので、炎を見てるだけでももう時間が過ぎ去っていくっていう、癒しの時間ですねはい、癒しの時間で、まあ、何か好きな飲み物を飲むもよし、ちょっとこうつまみを食べながらでもいいですし、はい、薪ストーブっていきなりこう後からつけれるものなんですか、立ってるお家に。はい、最近は既存のお家につけるという方も増えてます。あ、そうなんですね、はい、まあ、お客様と相談して設置したい場所、はい、それから建物の形、そういったものを見させていただきながら最適な設置方法を提案させていただきます。すごいですね。なんかもう建築段階じゃないとできないものなのかと思ってました。勝手に。そうですね、やはりお客様でも、新築の時じゃないとつけられないんでしょうっていうお客様結構いらっしゃるんですが、大丈夫ですよと。はい。そういったことで建物を下見させていただいて、それでご提案するできるんですね。はい。なんかさっきちらっと補助金がなんか出るような感じのもあったんですけど。はい。今現在ですと八戸市、それから三戸町、まあ、青森県内ですとですね、この近隣では主に薪ストーブの補助金っていうと、その自治体が使えるということになってまして、まあ、始まってからもだいぶ経ちますので、そろそろもう枠もどうかなという感じではあるんですが、もし既存のお家にストーブをつけるとなるとどのぐらいの期間がかかるんですかね。はい、工事ということで言うと、大工工事に1日ないし2日、これは大工工事がある場合です、はい、それからストーブの取り付け工事に、1日ないし2日なので、長くても賞味4日程度。あ、そうなんですね。1週間以内につけれちゃうってことなんですね。そうですね、あとはそのやっぱり打ち合わせとか段取りとか、それからお見積もりを出したりっていうような期間がありますので、そこでもう決定すると大体そのくらいの日にちがあれば取り付けが可能、最短ですと、1日でつくものもありますすごい、思ったより早くてびっくりしました、はい、じゃ一般的にもしつけるとなったら一番のおすすめはどちらになりますか。いや、代表的なストーブとしてはこちらのタイプ、でこちらは窓に飾りがついているタイプとついていないタイプがありまして、こちらは窓に飾りがついていないタイプになりますので、はい、こちらは炎がよく見える、まだ大きく見える感じですかね、はい、そして薪ストーブで、例えば上にお鍋とか夜間とかを乗せて使いたいとか、それから中でピザを焼きたいとか、そのピザ焼けるんですか。はい、ストーブの中に、ピザを入れて焼くことができます。で、薪ストーブで楽しみたいことっていうのはほぼこちらのストーブですと、全部叶うんですね、はい、マルチに楽しめますし活躍しそうですね、はい、ちなみにおいくらなんですか。はい、こちらが税込みで72万6千円になっております。結構なお値段するそうですね、薪ストーブの値段ってあんまり見たことなかったので、はい、やっぱ高いんですね。そうですね2階にはおしゃれなカフェもあるらしいので、ちょっとお茶でも飲んでいきたいと思います。いろいろ薪ストーブのことを教えていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと開けて 見させてもらいます。あ、こうなってるんですね。これさっき料理できるんですけど、ピザのやつとかチキンとかってどこに置くんですか。はい、